はい、9月のおすすめルアーということで恒例ですが、まあ9月ですね、巻物って言われる季節なのでやっぱり使ってほしいのはクランクベイトですね。他の季節も釣れるんですけど一番釣れる季節だし、実際バスの状態にも合ってると思うので、バスフィッシングらしいって言っちゃあれですけど、やっぱそういうルアーなのでぜひ使ってほしいと思います。で、まずはブリッツマックス DR と、ブリッツエクストラ DR、 まあ2つですね、サイズと、潜る深さが違う。で、まあ潜る深さは違うんですけど、実際どうやって使い分けてるかっていうと、水の色だったりマスの状態、すごいやる気あるのかちょっとそうでもないのか、朝なのか昼なのか夕方なのかっていうところで、強めの、マックス DR、 少しタイトで弱めの、エクストラ DR という感じです。なんで、まあどっちから投げ始めてもいいし、場所によってルアーローテーションさせてもいいし、でそこでもう一個一番小さいタイニーブリッツ DR、まあ、これ釣れるんですけど、まあ、これ最終手段で取っておいて、まずはこっちをベイトで、だいたい4メーターぐらい前後を狙う感じで、3メーター台は、少し糸を太くしたり、あとはロッドワークで、ロッド立てたりするような感じで、レンジ調整してみてください。で、9月といえば、台風、まあ、急に台風来て大雨降るとやっぱり濁ってっていう状況必ずあると思うんですけど、そういう時はリートがやっぱり濁っちゃうと釣れなくなる。で、やっぱりシャローですね、濁る前は、まあこういう減衰している状態から、増水傾向なので、濁り始めるぐらいまでよく釣れると思います。特に水が入ってくるところ、バックウォーターだったり流れ込みだったり、冠水するような、シャロー川だったり、まあその濁りが、落ち着いてっていう時にはやっぱりシャロークランク、濁りが取れるのは、まあその濁りが入ってくるのと同じで、バックウォーターだったり流れ込みだったり、やっぱ岬周りだったり、水差しがいいところから水きれいになるので、まあそういうところシャロークランク、本当にね濁ってどうしようもないよっていう時にはやっぱりカバーをしっかり打つ、まあ、バスがこうつく順番としては、水が入ってくるところにまず釣れ出して、そのそこが、ね、完全に濁っちゃうとそこ釣れなくなって、今度は濁りがこうマックスに到達する直前はやっぱり濁っていないところで、一番濁っている状態の時には、最後まで濁らなかったエリアの近くのカバーがやっぱり釣れると思うので、そういう時にはやっぱりカバー攻めるのに大きいシルエットでバスに見つけてもらうために、01ジグストロング、まあラバーも太いし、ゴムラバーの太いやつですね、と、シリコンラバーがこう混ざって巻いてあるので、まあ、トレーラーは何でもいいです。ドラビクロー4インチでも5インチでも、ドラビーバー4インチでもいいと思うので、好きなものをつけてみてください。あとはそうじゃない、まあ普通の時、まあ、場所によってはやっぱりエビデビシュすごい追って、まあ、水温がどんどん下がっていって水中のプランクトンが、少なくなって、水がこうクリアアップする傾向にあるので、やっぱりミノーっていうのも一つ条件によっては選択肢としてあります。なんで、まあアシュラとドゥルガーですね。で、アシュラは新しいアシュラ2っていうのが出ます。リニューアルしてアシュラの9センチサイズで投げやすくて、アクションさせやすくて、ベイトでしっかり扱えてっていうところは全く同じですので、ぜひ使ってみてください。それともう一個、ハイピッチャー、普通のハイピッチャーとハイピッチャーマックス、クランクベイトは巻いて潜らせて、バスのいる周辺にルアーを持ってくるっていうことが必要なんですけど、まあスピラベイトの場合は勝手に沈んでくれるんで、もう投げて着水したところから自分でこうレンジコントロールできるっていうルアーなんで、レザー板もそうだし、他のどんな、むしろ、ね、引かないようなフィールドってないようなルアーなので、大きさは2つあるんですけど、まあ通常はまあハイピッチャーこっちから入って、それともアピール、やっぱり足りないよっていう時にはやっぱりボリュームあってブレードも大きくてっていうハイビッチャーマックスをお勧めします。で、僕使うのはやっぱり2分の1か8分の差がやっぱり多いですね。ウェイトの使い分けは、ね、レンジが一緒でルアーのスピード速くしたいっていうことであれば重くする、逆に遅くしたいっていうのであれば軽くするっていう使い分けで、だから単純に引く速さとレンジをどうしたいかっていうところで重さをこう調整してみてください。
あとは、まあ、特にリザーバーの場合は岩盤があるし、そうじゃない、平らなフラットだったり、まあ、野池もそうだし、まあ、他の湖も平らなところが連れてくるので、フットボールっていうのはすごいいろんなところで使えると思います。まあ、岩盤だったら、ホールがメインなので SS ドライビング、逆にこうスイミングで長い距離こう横に引きたいよっていうのであればドライブシャフト、まあ、両方なんかやるよっていうのであればビーバーとかでもいいし、まあそのルアーをどういう動かせ方軌道で引くかっていうところでこうトレーラー使い分けてもらえればいいと思います。でライトリグでも釣れるんですけど、まあその、ね、動きっていうのはすごい単調だし、秋になるともっと速い動きも、反応するので 11g とか 14g ちょっと重めのもので早く行動するとか、早くスイミングさせるっていう使い方も良くなるので、ぜひ試してください。であとヘビキャロだったりライトキャロだったりあるんですけど、まあヘビキャロよく釣れるようになるので、いつも僕使っているのがドライブシュリンプの 4.8 とドライブシャット、まあ 3.5 でも、ね、4もあるし 4.5 もあるんで、まあフィールドのウェイトのサイズだったり、まあ、どのぐらいこうアピールしたいかによっても輪のサイズ変えてもらえればいいと思います。あとドライビーバーヘビキャラでも使えるし、ライトキャラでも使える3インチあるので、まあ、とってもよく釣れるんで最後の切り札として使ってもらえればいいかなと思います。ということで、9月ですね、湖がこう、まあ、そのすごいやる気になる時間が多くて、まあ、かと思えばね、いるところもいろんなところにバスが散っちゃうので、魚の状態はいいけれども、バスを釣ること自体は、難しいこともあるので、まあ、いろんなルアーを駆使して、ぜひ頑張って釣ってみてください。